こっちの画面で見れるので、あ、早速来てる。そんな感じでちょっと何でもの送ってもらえたらと思います。お、これかな。お、すごい。大晦日から元旦はどのようにして過ごす予定ですか？今年はですね、なんかいつもはあのカウントダウンジャパンのフェスに友達と一緒に行ってたんですけど、でも今年はちょっと行かないから、まあ、ゆっくり家で過ごすかな。でも初日の出はね見に行こうと。遠出するんですか？そうですね、なんか割とまあ関東のところでちょっとよく見える、なんか海辺とかに家族でよく、へえ、そういつも行くんですよ。いいですね。そう、なんかちょっとおめでたい感じが。そうっすね、そうそう、あ、みんないっぱい送ってくれてありがとうございます。あ、うん、クリスマスプレゼントに欲しいものは何ですか？なんだろうな。でもなんかラジオでも話したんですけど、なんか今やっぱちょっといいシャーペンがやっぱすごい欲しくてなんかどういうこと？いや、なんか今使ってるシャーペンは結構もう学生の頃からずっと使ってるやつで、で別に全然使えるし大事に使ってるんですけど、なんかキャップの部分のが取れちゃって、で消しゴムも擦り切れちゃって、なんかいいとその消しゴムがなくなっちゃうともう一生押せないからあの芯がもう出せなくなっちゃうんですよ、キャップがもうどっか行っちゃったから。あ、なるほど、消しゴムがもうなくなっちゃう。消しゴム頼りに出してたんですね。出してるよ。そうなんですよ。買ってくださいから。そうっすね、買いますね。いいクリスマスプレゼントで、ちょっといいシャーペン、うん、ちょっといいシャーペン、うん、今回のグッズのロンティーが黒なのはどういうイメージですか？あまりマリナちゃんに黒のイメージがないので気になりました。うん、これはなんかやっぱりこう何シンプルにやっぱ着れる色をね今回選んでて、そう、あの重ね着できるようにしてて、あの菜の花 T シャツを上に着て、下にあのロング T シャツ着てもらうと、ちょうどねあの袖のところのデザインが見れるようになってるんですよ。そうそうそう、だからね、そのそれを意識して黒にしてみたんですよ今回は。確かにあんまりね今までなかったから、そう、かっこいい系でね、すごいいっぱい切ってますね。うん、思い出のクリスマスプレゼントは何ですか？あー、思い出、そうだな。でも小学生の頃にあのめちゃくちゃ流行ってたカードゲームのラブ&ベリーっていうゲームのサウンドトラックを小学生の時にもらって、もうそれがめちゃくちゃ嬉しくて、友達と一緒にめっちゃ踊り狂ってましたね。踊り狂ってた。ラブベリーになりきって。ラブとベリーみたいな。やってたな。製図用のシャープペンがいいですよ。お、そうなの？製図用？なんだ？製図用？あ、堀丸さんが話してくれた。おお、え、めっちゃかっこいい、すごっ。ペンテルさんから出てる。あ、ペンテルさん、おお、へえー、スタイリッシュ、かっこいい、いいな。あ、そういうことか。ありがとうございます。ちょっとこれは買いますわ。ラブベリー懐かしい。え、懐かしいっすよね、やっぱり。そうだな、
はい、質問いただいた。お年玉まだもらってる？ね、あ、もらってます。いただいてます。いやーね、感謝なんです本当に。今年の使い道とかは？そうっすね、あ、今年はどうしようかな。でもこの間なんか差し入れでなんか成城石井のマドレーヌをいただいたんですけど、うん、それがめちゃくちゃ美味しくって、それをストック買いしたいんですなるほど、はい、で、そう、食べたことあります？え、ないです。なんか美味しいことも知らなかったです。なんか卵に入ってるやつ。あ、そう、なんかそう、なんかそう、パッケージよりも味の方が美味しいみたいな、そのそのブログにしてる人もいて、今日の朝食べながら調べて、美味しすぎて、ちょっとこれは、ね、そう、結構話題なんだ。あ、本当ですか？そうですよね、クリスマスですからね。いやね、ですからね。そうそうそう、2月の何枚の準備は順調ですか？楽しみです。ありがとうございます。もう絶賛準備中です。もうね、今そうグッズもね、あの今ツイッターでいろいろご紹介してるんですけど、早速あの現物を今日初めて見て、いやーもうね、もうグッズめっちゃおしゃれだし、めちゃくちゃ使えるし、すっごいめっちゃ良かったんですよ。だからね、いや本当に楽しみにしていてほしいです。今回ライブではなんとあの今まで歌ってきた曲をいっぱい歌おうと思ってます。実は昼と夜公演で違うかもしれないから、そこはちょっと楽しみにしててほしいなと思っております。タンバリン楽しみ。あ、そう、タンバリンね、めっちゃサイズ感可愛くていい音でした。あ、ナタリーさんのインタビューも素晴らしかった。あ、ありがとうございます。そう、清本さんとね一緒にお話しさせてもらって、今年1年振り返って、でもずっとやっぱ桜学院の頃からこうお話、大事な節目の時に清本さんとお話しさせてもらってたんで、ね、今回またやってお話できて私もめちゃくちゃ嬉しかったですし、昼夜行くよ、本当にありがとうございます。全部セット買いましたよ。お、コンプリートセットかな。ありがとうございます。チェキがつくからお楽しみにしててください。つくん楽しみにしています。マドレーヌ、そう、美味しい。あ、成城石井のマドレーヌやっぱ食べたことある人いる。美味しいよね。タンバリン今叩いていいの？もちろん、もちろん OK です。あの、その一緒にね叩けるね曲も今回はセットリストの中に入れてますので、ね、やっぱなかなかこう声を思いっきり出すっていうのはまだね難しい部分もあるけど、音だったらいくらでも鳴らせるから、みんなでいっぱい鳴らしたいんすよ、タンバリンの音だから。そう、心の音タンバリンっていう名前で今回はね考えました。こんばんは、 from Italy。 おー、 Thank you。 チェキンの緑チェック衣装すごく可愛いです。おー、ありがとうございます。タンバリン幻想曲とか、お、すごい名曲。名曲、うん、すごい。マリナちゃんのライブでペンライトを振る機会があればいいなと思うのですが、服ごとのイメージカラーとかはあったりしますか？あー、ペンライトか、確かにそれもいいですね。服ごとのイメージカラーか、そうだな。でもやっぱり菜の花があるし、今回はそのペンライトじゃないんだけど、あの
光の未来光バンドっていうね、あのラバーバンドをそう今回グッズに入れてて、だからみんな菜の花畑を作りたいなって思うから、まあ、黄色が黄色でみんなで光らせたらいいかな。黄色だよね。うん、黄色かな。はい、質問。年末年始一気見できるおすすめアニメを教えてください。あーでさ、私もね今何見ようか迷ってるんですけど、最近なんか見てない。そうっすね、え、じゃあ最近はあの今今期じゃないかもしれんけど、あのからかい上手の高木さん見てますね。あれは結構青春でキュンキュンできるからおすすめっすね。気になってるアニメとかはあるんですか？気になってるアニメはブルーピリオド？めっちゃいい。あ、めっちゃいい。やっぱそうなんだ。エリザベート。エリザベート。食いついちゃった。泣ける系。うん、あ、泣ける系なんですね。うん、そう気になってるんだよな。私この前オットタクシーを見ました。あれは見ちゃいますね。あれは見ちゃいます。見たことありますか？ないんすよ、まだ。めっちゃ面白いです。本当ですか？アマゾンプライムなら見れます。お、はい、見ちゃおなんか、リアリティもありつつ、シリアス感もありつつ。あ、そうなんだ。面白いですね。なんか、1話ごとに、え、次どうなるの、うん、っていう系ですね。そうそうそう気づいたら全部見てたな。面白いやつ。うん、やっぱ人気ですね、みんな好きなんだな、うん、ヒーラーは緑、まゆちゃん黄色か。そうね、ヒーラー緑だね、うん、好きな冬服コーディネートはありますか？おお、いや、まあ、この間のね、それこそエリザベートさんと一緒にあの渋谷のマルキューで衣装探しの旅をしてきたんですけど、なんだろうな、でも冬服最近はちょっとこうちょっと肩出しみたいな、ちょっとね、そうチラ見せみたいなのにハマってて、だからそうね、肩出しニット系好きかな。めっちゃね、もう冬服かわいすぎて選べないんですよね。逆に好きなコーディネートありますか？知りたいっす、おしゃれ情報声の人待たして、ね、心でへし出し、うん、肩出し青様ランキング、あーいいね。あ、へそはね、寒いな。年末ジャンボ宝くじ1等当たったら何に使いますか？私は買ってませんが。年末ジャンボ宝くじ1等っていくらなんだろう。3億円とかなのかな。当たっちゃったらどうしよう。買ってもないのに当たってくるか分かんないで当たっちゃったらどうしよう。でもなんか自家用ヘリとか欲しい。でもヘリだと結構使い道あんまないですよね。なんか、まあそうか、近場だと止める、なんか着陸する場所がなさそうですね。確かに、しかも都内そんな近い距離行き来しないです。確かにビルとビルのね、しない、電車の方が速そうですね。確かに。ナノランド建設とか来てます。おあ、いいね。あ、いいですね。あ、それリアルにあり。
確かに、うん、ヘリポート作らないとね。我々クリニック病院堀内クリニック、そうね、あ、お庭ね、確かに。いや、奈良の建設いいな。何を建てますか、うん、一番最初に奈良を作った。ミッドナイトレールコースターコースター、うん、マリナちゃんは絶叫系は大丈夫なの？あ、絶叫系は全然いけますね。富士急とかはさすがにちょっと怖いけど、うんうん、あ、行ったことあるんですか？1回だけありますね、うん、サンタクロースのイラストを描いてください。 OK っす。サンタクロースか。さっきね、いただいたから、この胃の中から感じて描きますね。サンタクロース、去年も書いてましたよね。とか言っちゃった。できたよ。サンタクロースだよ。書けたよ。ソリに乗ってプレゼントを運んでる姿ですね。あ、ソリだったんですね。あ、トナカイ、あ、トナカイではなく、これはヒゲ。ヒゲがすごいね。あ、そうです、ヒゲです。こいのぼり。季節外れ。あ、季節外れ。Is it the Santa? Yes, Santa。混乱しちゃいます。大変。そうですね。一応対応。滑りがいい方がね、やっぱいいかなと思って。はい、対応。割と、いやいや。まあ、ちょっと、まあ、ね、皆さん何点ですか？あ、そうですね。ちょっと今のこちらサンタの点数をお願いします。皆さん採点を。お願いします。みんな困っちゃった。どうしようかなってなっちゃった。おお、120点。え、ちょっと甘すぎる。あ、本当に？あ、1000点中とか。みんな優しいんですが、優しい、16点、優しいよ、優しい、素敵な世界ですね。本当にやっぱクリスマスだから。あ、そうか、クリスマスだからね。平和にみんな優しい、みんな優しいよ。あ、36点。突然の、そうっすよね。あ、そうっすよね。なるほどね。あ、サンタ店で3点ね。あ、お上手ですね。そうか、はい、次回に期待ですね。そうですね、ちょっと、はい、来年やっぱりちょっと画力上げて、はい、じゃあケーキ食べてもらって、はい、すごいですね、皆さん。うん、サンタさんはいくつになるまで来てましたか？そう、多分ね、12ぐらいまでだった気がするんだよね。
多分中学生まででしたかね。皆さんどのぐらいまで生きてましたか。やっぱでも親がこっそりプレゼントを置いてくれてるところをねこっそり見てその見ちゃったんですよ。なんか見ちゃったんですね。枕元に置いてるのを見ちゃったんですか。いや、リビングにクリスマスツリーがあるんですけど、はいはいはい、そこに父親がそっと置いてる姿をドアの隙間から見ちゃった。多分トイレかないか多分近く通った時に。サンタさんから預かったクリスマスプレゼントをお父さんが置いちゃってたんですね。いやでもね、預かるもんね、お父さん。まあそうっすよね、うん、確かに確かに。派遣されてたのかな。知らなかったな、うん、見られないようにってね。大体サンタさんお父さんに預けるか、うん、そうか、さすがだな。クリスマスプレゼントをあげるとしたら誰に何をあげますか。一人ですもんね。うん、一人選べないけどね。でもそうか、うん、でも最近、まあ、前インスタライブも来てくれたけどタグピ、あの桜のね後輩の田口花ちゃん、この間舞台も見に行ったりとかしてすごい頑張ってる姿を見てたから、まあ、タグピにそうだな、なんかめっちゃいい化粧水とかをプレゼントしたいな。でなんかコスメに目覚めたって言ってたから、ね、シェイクスピア、そうそうそう、頑張ってたな花もちょうだい、みんなにもあげようか。What was the Christmas gift that made you the happiness? マリナちゃんを一番幸せにしたクリスマスプレゼントは何でしたか？お、英語でも Thank you very much、 ありがとうございます。そうだな、一番幸せにしたクリスマスプレゼントか。なんだろうな、そうだな、でもそれこそね、何年前だろう、2011年とかのクリスマスの時期にちょうど桜学院で東京ドームのアクア東京ドームシティのエリアの野外ステージに、インストアイベントでねやった時があって、でその時にクリスマスソングみんなで歌ったんですよね。でその時に見えた景色がなんか噴水がすごい近くにあって、でその噴水のなんか水素の香りがなんかすごいテンション上がってなんか歌いながら水素の香りを嗅げるっていうやっぱそういうなんかテーマパークとかの水の匂いがすごい好きなんですよね。水の匂い、水、そのなんて、え、あ、塩素か、プールっぽい、プールっぽい匂い、水素じゃないよ、塩素でした。そうそう、塩素の香りを嗅ぎながら歌った瞬間が結構ね記憶に残ってますね。そうそう、プールの、あ、そう、ラクーアでのライブ映像に残ってますね。あ、そうか、映像残ってるか、楽しかったな。いっぱい来てるよ。
最新歌の歌詞にある憧れのロックスターでイメージされる方はいますか？やっぱりいやめっちゃロックの、ね、方好きなんですけど、あの XJAPAN のヒデさんがねめちゃくちゃ好きですね。ヒデさんのロケットダイブっていう曲とかめちゃくちゃ好きで聴いてたし、いいですよね、名言がねいっぱいあって、うん、Thank you。ということで質問まあ、ここまでということでね、皆さんたくさんの質問ありがとうございました。楽しく話させていただきましたが、今更だけどフォークでかくない。買ってきてくださったらさ、確かにクリスマスからね食べやすい。じゃあね、いやもう今年1年あっという間でしたが、ねえ、今年の3月か、うん、からナノストーリー発売させてもらってアーティストデビューがあって、あそこからね舞台とかいっぱいやらさせてもらって、ね、オンラインライブもいっぱいやって、あっという間に12月か。早いな。でもね、やっぱ、なんか、やっぱ大好きな歌を、こう皆さんに聴いてもらえて、めちゃくちゃ嬉しかったし、こうやってね、直接、まあ、会えはし、ね、なかなか会えないけど、インスタライブとかも今年始まったばっかりだし、なんか皆さんとこう、距離が縮まっていったのはすごい嬉しかったな。うん、怒涛の1年でしたな。ねえ、怒涛でしたね。いやでも本当どの時ももうライブもそうだし舞台もそうだし、こういうインスタライブもそうだし、ツイッターのリプもね、全部やっぱこう皆さんが支えてくださっていたからここまで駆け抜けることができました。本当に本当にね、いつも本当にありがとうございます。メリークリー。充実の1年でしたね。いや本当に、いや来年はたくさん会えると嬉しいな。いや私もです。いっぱいいっぱい会えるように頑張ります。私も OK、うん、そうですね、まずは年明けて2ヶ月後すぐ2月20日にやっとファーストライブね、堀内まりなナノストーリー第1章が行われますので、もうね絶対最高のライブにするっす。本当にことし一番の思い出は、そうだな、私ないっぱいあったけどな、あれ今年か、でもオンラインライブ
シュマロを歌った時結構きましたね心に。バックバンドはつくのかな。今回はバックバンドはつかないかな。あ、森林さんとの生配信がうまかったね。そうですよ、そうそう、いやー本当楽しかったな。卒業してから森先生と2人でイベントできるなんてね、思ってなかったから。やっぱみんなでのでね、菜の花を作る会楽しかったな。え、昼の部だけですが行きます。その日は自分の誕生日です。最高の誕生日プレゼント、あー、おめでとうございます。アイラフロー、レップ、ブリカ、ドミニカ、おお、ドミニカーナ、すごい。マリナちゃんに助けられた1年でした。いやこちらこそです。逆にそうね、皆さんは私との思い出で何か残ってることありますか、今年1年で。あ、ラウラちゃんとの YouTube も良かった。あ、そうだね、そうだね、今年は卒業生のみんなと一緒にコラボいっぱいできたから楽しかったな。バカボンさんのラジオ出た時やもかった。あー、月曜日ファブル4のね、月曜日に出させてもらってね、いやーちょっと楽しかったな。森先生と生でトークライブお願いします。お、やりたいなぁ。森先生、ジェスチャークイズで当たって日本酒の話ができたのが嬉しかった。あー、そう、日本酒の話しましたね。いや、ほんと、なんかお酒の話できるって嬉しいですよね。あ、遠い遠い国のどこかで舞台ね、を一番前で見れたことが嬉しかった。あー、チェキ会楽しかったです、ね、あの舞台結構ね近かったから、近い距離で皆さんにお芝居見てもらえて私も嬉しかったです。やっぱチェキ楽しかったですね。クリスマス、あ、ヒーラーガールズ最高の空間でした。いやー、ヒーラーガールズのライブもねめちゃくちゃ最高でした。本当にね、ヒーラーガールズとして皆さんと初の有観客でできたから、いやほんと泣きそうになっちゃったんですよね、私も1曲目から。森先生の脚本でマリナちゃんが演じているのを見るの夢です。あー、うわー、めちゃくちゃ叶いたいな。モーガちゃんとの歌も素敵でした。あ、さっきとね YouTube でコラボしてね、本当に、まあ、さっきもちょっとお話ししたんですけど、今年こんなにたくさんお仕事をやらせてもらって、でもその、ね、私がやっぱ頑張れたというかのは、やっぱ皆さんが応援してくださったからだなって本当に感じてます。でもなんかやっぱ私自身的にも今年はすごいいろんな経験をさせてもらって、今まで感じたことないぐらいの感情だったりとかいろんな経験をしたので、もうねこれを来年はさらに更新して皆さんに今まで見たことない堀内まりなをお見せできるように頑張りたいなって今燃えてます。98の演技もすごかった。いやー本当に楽しかったんですよ98も。和道のアシュラは京都で見れて嬉しかったです。あ、京都来てくださってありがとうございました。楽しかったな。いやー来年
さらなる飛躍を楽しみにしてます。マリナちゃんの活躍が私の糧です。あー、なんと素敵な言葉を、ありがとうございます。でも来年はね、あの実は虎年で、私年女なんですよ。虎ガールだからそうだから、もうとにかくね、あの一瞬一瞬にこう勝っていきたいなって思っててね、うん、なんかやっぱ史上最高のワクワクを皆さんに届けていきたいと思ってます。トラガール、そうトラなんす。トラのようにかけまくってトーラーガール、おお。なるほどねワイルドガールズとかいろいろあるけど、トーラーガールいいかも。来年トーラーガールだな。そうで、今日はあの素敵なゲストの方が来てくださっていましてですね、こんばんは。どうも、くまです。こんばんは。はい、ということでこちらのくまさんがやってきてくださいました。イエーイイエーイ、みんな元気、イエーイはい、なんでちょっとこのくまさんとね、今日は一緒にあのスクショタイムをしちゃおうと思います。よし、オッケー。あ、そう、トラじゃないんですよ。トラリボン、トラっぽいリボン、トラの色のリボンしてるクマさんですじゃあスクショタイムいくよ、スタート。終了皆さん撮れましたか？クマ毛並みがおしゃれね、ほんとおしゃれ、絶対いいシャンプー使ってるよほらクマちゃん、クマちゃんだよ。トナカイさんはね、何やつかわいやつ、あ、なんと、なんとなんとおっと進化しましたあの、なっちゃんが今つけてたトナカイの角クマさんについたよ。トナカイ、トナクマ、トナクマです。どうもどうも、自慢の角なんですよ。見えてる、見えてる、みんな角だよ きつそうってナリとクマさん合体、耳が倍、確かにめちゃくちゃ聞こえますね。多分聖徳太子並みにいけちゃうよクマ界、お、いいですね、クマ界いいな。はい、じゃあ告知にいきたいと思いますですね、2月20日に、渋谷プレジャープレジャーというところで、ファーストライブナノストーリー第1章、行います。昼夜2回公演ございます。ここでしか歌わない曲、今まで歌ってきた曲も歌っちゃうし、昼夜で全然ね、このセットリストが変わるかもしれないよっていうお楽しみもたくさん
ありますので、この機会にぜひみんなで一緒に楽しい時間を過ごせたらと思っております。そして、ライブのグッズがまずこちら出ております。はい、ラノランドロング T シャツ、心のトタンバリン、そしてルンルンサコッシュ、ちっちゃなヒーローポーチ、未来光バンド、笑ってほしいなブロマイド、そしてコンプリートセットもあります。もうね、とにかくめちゃくちゃ気合十分で準備しているので、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。全部セットで買ったよ。あ、ありがとうございます。楽しみすぎる。いやー、ほんとあーごめんなさいすいませんコメント勢いよくちょっと遡りすぎちゃった。すいません、ありがとうございます。すいません。よし、そう、ちっちゃなヒーローかわいい。あ、そう、今回ね、明け下ろしでみんなをお助けできるちっちゃなヒーローさんを描いてみましたこらこら、ごめんなさいごめんなさいそう、あ、そうそう、あの通販はね、1月10日まで買います。チェックしてくださいね、ぜひ。うん、ちょっと事故りそうになっちゃった哀れんぼのサンタクロース、哀れんぼになっちゃった。ちょっと抑えていきます席もね、今回は2種類取ってて、さっきあの褒めていただいた可愛い緑の衣装と、あと青のね衣装と両方ありますので、この機会にぜひね。ヒロさん何歳ですか？68歳ぐらいですベテランもう絶対何があってもお守りしますので大丈夫です。楽しかった。お、よかった、はあ、もうあっという間に1時間くらい経っちゃうんだ。年上、そうそう。いやー、じゃあ皆さん、今年は最後の配信だから、良いお年をですね。いや、本当に今年1年、あ、待って、ちはやちゃんちはやぴーやっぴー元気？アリナさんとかわいいな、ありがとう嬉しい、ちょっとちょっと素敵、嬉しい、さやちゃん嬉しいよありがとう。終わっちゃうけど、もうあと1分で終わっちゃうんだけど、そうね、でも今年1年本当に本当にたくさん、応援してくださって、温かい言葉もかけてくださって本当にありがとうございました。来年はね、さらに皆さんを幸せにできるような一年にしていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いしますはい、じゃあ皆さん、良いお年を。本当にありがとうございました。メリクリー、イエーイ、バイバーイ。